出身の平均年齢13歳20名で構成されています。私たちは和歌山マリーナシティを中心に和歌山のいろいろな街にお邪魔させてもらって笑顔と元気をお届け、そして県外の方には和歌山の魅力を伝え、一人でも多くの方々に和歌山に遊びに来てもらえるように私たちも今頑張って活動しています。はい、ということでファンファン、はい、初、はいはい、そうですね、ないですね、はい、
はい、あの修学旅行とかでは、はい、来るんですけど、はい、ナーランでは来てる感じするけどね、来てなかった、初めてだった、そう、初めてだったんですよ、意外に、ね、はい、ということで今日は点灯式もあるってことで、そんな季節になりましたよ、早いですね、はい、ということでですね、あの、まあ、初奈良ということなんですけど、私たちも最高に楽しんでいけたらいいので、よかったらお子さんも大人の方も一緒に盛り上がっていってもらえたら嬉しいです。それではですね、次は一緒にですね、はい、タオル、タオル曲、はい、はい、したいと思います、はい、タオルです、タオルですよ、はい、タオルありますか、はい、よかったらタオルを持っている方用意してもらえるのでよろしくお願いします、お願いします、でもよかったらお子様も、はい、ハンカチとかでも、はい、何でも、OK、いいので、よかったら一緒に、はい、はい、拳でもティッシュでも回せるものなら何でもいいですので、はい、はい、よかったらお願いします、一緒にお子さんお願いします、お子さんも一緒に回していただけたらいいなと思います。それでは皆さん、タオルの準備はいいですか、イエーイ、回す準備はいいですか、イエーイ、それじゃあみんなで一緒にブンブン回していきましょう、せーの、エブリバディ。